やっぱりお風呂とトイレが一番難しいですね。その性別で分けられているのは、やっぱり自分、どうしても入りにくくて。先月まで能登町に住んでいたマロリー・シンプソンさん。生まれた時に割り当てられた性別は男性、認識する性別は女性のトランスジェンダー女性です。まあ、特に13歳くらいに成長期に入って、自分がそういう女性の体になったらいいのにとか、そういう意識は持ったんですけど、まあ、なかなか向こうアメリカの方は、まあ、家族も厳しかった方なので、まあ、ずっと抑えてきたんですけど。マロリーさんはアメリカのノースカロライナ州出身。自分を認めてくれる場所に行きたいとの思いから日本で働くことを決め、2019年、英語を教える ALT の先生として能登町に赴任しました。やっとそういう、なんか自分を受け入れてくれる周りがいて、それでカミングアウトして、女性ホルモンとか使って、まあ女性として生活が始めたなと。ようやく自分が生きたいように生きられる場所を見つけたマロリーさん。しかし、元日、能登半島地震が発生。能登町は震度6強の揺れに襲われました。自宅は電気と水が使えなくなり、近くの避難所に避難しましたが、そこで待ち受けていたのは性別の壁でした。避難生活の時は、すごいなんかいっぱい人が周りにいるということで、女性のお風呂を使ったりしたら、ちょっと周りに違和感させるっていうのが、すごい心配で、まあ男性の風呂場も気づかれて、見られて、そういうのをやっぱ、ちょっと怖いっていうか、周りは知らない人ばかり。マロリーさんはなかなか自分の性について伝えることができず、自衛隊の入浴支援は一度も利用することができませんでした。LGBTQ+ の当事者が困難に直面した事例は、東日本大震災や熊本地震などでも報告されています。偏見によって性的マイノリティの当事者の方々が避難所に入れないことや、避難所でハラスメントを受けるような具体例が確かにあったと私も聞いております。こう話すのは、災害とジェンダーについて研究している東北大学の北村美和子特任研究員。北村さんはこうした状況を防ぐために行政ができる配慮として、誰でも使えるトイレを設置することや、段ボールなどの仕切りでプライバシーを確保すること、支援物資の下着は袋に入れて配布すること、更衣室や入浴施設については時間帯を分けて対応することや、シャワーを設置することなどを挙げています。さらに、性体感の認識、社会的な性別役割の捉え方などの違いが大きな課題となってます。行政の地域防災計画や避難所マニュアル等に多様性の配慮に対して地域の方々に理解していただくように記載をすることとか、また男女共同参画の視点から防災、復興の取り組みの指針を現場レベルまで落とし込んでいくかが重要になると考えられます。これは内閣府がおととし、全国130の市町村を対象に行った調査結果です。避難所の運営マニュアルに性的少数者への配慮について記載があった自治体は、わずか1割余りにとどまりました。今回の能登半島地震で大きな被害を受けた能登の6つの自治体でも、現状のマニュアルにはそうした記載はありませんでした。LGBTQ+ の当事者などで作る団体、金沢レインボープライドでは、こうした状況を踏まえ、2月、県に対して被災した当事者への支援に関する要望書を提出。松中権共同代表は、災害時に対応できるように、普段から当事者への理解を深めることが大切だと指摘しています。
普段から皆さんの身近に性的マイノリティの方が暮らしてらっしゃるってことを、全ての方が理解をしていくってことが大事だと思っています。自治体とかさまざまなこの公の機関の方々が意識的に活動の中に必ず追いやられてしまっている方がいるんじゃないかっていう視点を持って取り組んでいただくってことが大事かなと思います。またマロリーさんは能登で生まれ育った当事者についてこう話しています。私は外から来た人ということで受け入れやすかったっていう部分もあったと思いますので、周りの当事者の話聞くと、ちょっと能登は住みづらいとか言ったりしてて、やっぱその能登を出て行ってしまおうっていうのもあったりして、せっかく能登で生まれ育った人たちにも、なんかそういう理解を、してもらえたらなと